アストリア・ディトマースブールバード駅は、クイーンズ区アストリアの31丁目の23番街と、ディトマースブールバードの間に設けられた、ニューヨーク市地下鉄 BMT アストリア線の北側の、終端駅である。終日 N 系統が発着し、平日には、W 系統も発着する。アストリア・ディトマースブールバード駅は九百十七年二月一日に、アストリア線の全線開業に合わせて、 IRT の駅として開業した。BRT も接続していた。フランク・ダウリング市会議長、公共サービス委員会のホッチス委員長と委員会の職員多数、IRT のションツ社長と秘書数名、クイーンズ区のコノリー区長といった数々の要人が発乗者に臨んだ。公共サービス委員たちはアストリア線をリトマースブールバードやスタインウェイストリートまで延伸する。 必要性を指摘した。一般営業はその日午後から始まった。開業当時は、リトマースブールバードは二番街と呼ばれていたため、駅名も二番街駅になっていた。1949年に IRT と BMT の接続は中止になり、BMT が終日運転を担当するようになった。31丁目の階段アストリア、リトマースブールバード駅は、 島式ホーム一面二線の駅で一部がニューヨークコネクティング鉄道の下を通っていてホームワヤは,矢はナイクレがかかる部分まで伸びている駅のメザニンは線路とホームのそばにある駅舎だけでホームから二人幅の階段二本で上がったところに改札機が一列に並べられ中央にトークンブースが設けられている改札の外には階段が四本あり 二本は三十一丁目西側、もう二本は東側に降りることができる。駅舎の東側には短い屋根付きの歩道橋があり、隣のゲイリービルの2階にあるリトマースプラザミニモールに繋がっている。ここには通りに降りる階段があり、駅のエントランスにもなっている。線路はホームの北端の車止めで終わっているが、以前はもう何ヤードか先まで伸びていた。これは、 未成戦となったベイサイド方面への延伸戦の名残で東に延伸してラガーディア空港に向かうことが考えられていた。ありがとうございます。